はい、こんばんは、山里と申します。さあ、今日はね、何をやってるかというとですね、昨日の続き、続きですね、コンビニでね、探してきたね、マイナーな、これ誰が買うねっていうね、商品を探してみようのコーナーでございますね。さあ、今回はですね、ファミリーマートさん寄ってきましたよということでございます。手に持ったのはね、重きし昨日寄ってきたセブンイレブンでね、もらってきたやつですけどね、伊沢さんだったんでね、あれ、あ、伊沢さんだーって、いうのでね、よく表紙になってたんでね、めくってみたら、あら、ザーさんだ、かわいいね、っていうことでですね。フリーペーパーですね、検索。あら、ありがとうございます。ということで、よくね、7月、水木奈々さんがね、表紙になって、結構意外と声優さんがね、なってること多いんですよね、このセブンピアで。うん。っていうのでね、買ってきたついでにね、いただいてきましたので、ついでにね、テンション上がってね、2000円近く、参加してきましたけど、まあ、今回もね、言うてですね、ファミリーマートさん、今回はね、ファミリーマートさんでやっていくわけですけど、まあ、案の定、いろいろと買ってしまいましたんでね、やっぱしね、改めて見てみると、ファミリーマートさんも、こんな商品置いてあるんや、あ、何やこれ、気になるなって今ね、出てくるんでね、怖い怖いということでございますね。それでは早速見ていきましょう。お前回はね、言うてこれ誰が買うねみたいな何個か出したんですけどね、今回はね、結構困った。あのね、そんなに、いや、見ていったらですね、まあ多分慣れてきたってのもあると思うんですけど、これはある程度人目的であるようなとかね、原稿用紙とか置いてあったんですけど、まあでもね、子供とかがね、なんか自由研究とかで今でも多分ね、原稿用紙で書きなさいとかってなってるはずですからね、学校っていうところがね、そういうような感じだと思いますんで、ってことに多分需要があったりするんだろうなとかと思っててね、何がなんだろうなと思ってね、分からなかったんですよ。ですから普通にね、見ておったらね、まあ普通にね、はい、今からね、お酒を飲むからね、ポテチ買っとかんとなって買っておいて、なんか今ポテトがね、なんかマクドナルドがポテトがね、値上げじゃなくて、あれか、L サイズと M サイズがなんか売れなくなるんでしたっけ。で、輸入が、調達ができなくて、みたいなね、話とかあるぐらいですかね、ポテト大使買っときましょうってことですね。で、前回ね、トロトロのチーズのね、バーガーとか食べたら、それ普通にね、美味しそうっていうのがね、まあ、これは定番のね、アイテムですね、いいな。で、これね、タルタルフィッシュバーガーなんてね、こんなのね、こんなんあるんだって言ってね、美味しそうだったんでね、買ってきました。240円ですかね。って考えてみたらね、変な話、マックより安いですね。あ、いいじゃん、いいじゃんってね、いうのをね、買ってみますと、果たしてどんな感じなのかっていうのはね、ここではやらないっていうね、味なんですけどね、多分ちょっと美味しくいただきましたみたいな感じになって、入ってるのがどうなるのかわかりませんけどね、入るにしないでしょうね。で、あとはね、お酒、今日は日本酒にしようかな。ちょっとね、やっぱ冷えるんでね、温まろうかなってことでね、日本酒がいいでしょうってことでね、安いお酒、清酒、鬼殺しの絞りたてって、ちょっと絞りたてってなってちょっと豪華感出ますけど、でも140円使って1.5個いいんで、安いなってなので買ってきましたよと、いうのところで、あとはね、前回あれですよね、絞りたてが、面積占めてますけど、前回あれですよね、入浴剤、ね、ウッドでやってね、買ってきましたけど、やっぱ見てきたら結構ね、やっぱね、各社であるんですね、顔のメディキュアがね、売ってたんでね、買ってきました。今晩はこれで、ね、疲れを癒そうというわけでございますね。言うて結構ね、営業も囲んでますからね、よし、ここはね、一発。メリキュアでリフレッシュかけておこうかというわけでございますね。ね、で、あとはね、これはね、こんな売ってたんだっていうのでね、これはね、ちょっと気になっちゃって買ったんですけどね、のりたまらしいんですけど、丸宮ののりたまらしいんですけど、なんかこんなね、ひよこちゃんののりたまで手のりたまっていうらしいです。中がどうなってるのか気になるんですけどね、開けてみようか。せっかくですからね。なんだろう、中に、ふりかけが入ってたのか、ふりかけの袋が入ってるのかな、どっちなんだろうな、とかってね、わからないまま買ってきたんですけど、それって色も可愛いし、あれだったらお弁当のね、お供にしようかなと思ってね、入れといたらちょっとね、癒されそうじゃないですか、職場でね。ってことでですね、
買ってみます。どんな感じなの。あ、中でシャカシャカになってるから、この中に海苔玉がドカッて入ってるってことか。あ、ビオちゃんの首が、あ、で、そうだ、中にあのやつがドカッと入ってますね。これはかけすぎ注意な気がするな。いや、でもこれがガッツリかけたら美味しそうだな。あ、いいな、いいじゃないですかこれ。ん、逆だ。ビオちゃんの首が逆向く。あれ、こっちから、顔から向けたらいいのか。危うく、あの、恐怖の映像になってしまうところでしたね。危ない。いいな、これ。かっこいいな。ちょっと、あの、普段ね、あまり、あの、ご飯ね、そう、最近すっかりね、あの、味噌が大量にあるかに合いとね、あの、大量に冷ややっこ食ってたかに合いでね、今もね、冷ややっこ及び、味噌焼きうどんでね、大味噌生活を送っておりますね。普段からですよ、味噌を愛するものですからね、M1 グランプリやっちゃうぐらいですからね、あれなんですけど。ということなので、まあでもね、ご飯もね、最近ちょっとあのシフトの都合とかでね、あんまりちょっとご飯炊く機会が減ってるんですけど、まあ、せっかくだからね、ご飯炊いてね、のり玉でっていうのもね、いいなと思って、はい、ちょっと買っていきましょう。ということでですね、ここ前見てきた感じね、普通の買い物してるんじゃないかと、思われるかもしれませんけどね、迷ったんですよ。でね、どうしようかなと思ったんですけど、一個候補であったのが、あの、フォーマと CDMA、って言って、CDMA って言ってわかるかな、あの、昔のガラケーの旧規格のやつですね、の充電器に変換するアダプターってのがあったんですけど、まあ、これかなと思ったんですよ。200円くらいだったしね、どうかなと思ったんですけど、あの、フォーマっていうのは昔のやつですね、本当に、第3世代とかって言われた時代のやつかな、3G とかの時代。の、ようなあのガラケーの、用の専用の充電コネクタ、これがあの AU とドコモと、そう、ドコモと、どこが一緒だったんだっけ、ソフトバンク、今のね、ソフトバンク JFN はドコモと一緒だったっけな。で AU だけ、CDMA だけ、確かちょっとコネクタが違ったんですよ。とかっていうのがあってね。そう。au 用とドコモソフトバンク、今のソフトバンクね、用が、確かあの、ボーダフォン用とかって言ってね、あった、ボーダフォンってあったね、懐かしいね。JFON、ボーダフォン、東海デジタルフォン、懐かしいな。本とかってありましたね。通貨とかね。もういいや、そんなこと言い出したらいいですけど、そんなコネクタがあったんですけどね、これね、元のところが USB コネクタから変えますよってなってるんで、ってことはまあ、ある程度新しいし、まあ、で、周りで言うてね、まあ、これ、おっさん世代なんでね、やっぱガラケー使ってる人っているんですよね。ってことは、ワンチャンいるかな、ということでですね、これはないかな、と、意外とちょろっと売れてたりするのかな、と思ったんで、どうかなと思った中でですね、あえてこっち行きました。食品で行きます。食品って言うてないだろうと思ってたんですけど、私ね、見つけちゃったんですよ。これですね。アクエリアス2リットル。200円。めちゃくちゃ売れとる清涼飲料水やないかと思うじゃないですか。でもよーく考えてみてください。コンビニのアクエリアスのあの 500ml とかね、1リットルサイズ最近よく売ってますよね。あれとかはよく私も買いますし、買ってね、よく売れるのを見てますけど、どうですか ?2 リットル買うってなかなかないじゃないですか。でね、あの、よくよくね、値段見てみたらこれね、リットル300円ぐらいするんですよ。いくらだったっけな、値段ちょっと、税込みで318円ですね。どうですか?よくよく考えてみたら、コンビニで売ってる2リットルのクリアスって、高くないっすか?ね、スーパーだったらね、2リットルでね、120円とか130円とかね、で売ってることは、特売だったらね、ワンチャン98円とかね、100円ぐらいでね、買える。この2リットルのアクエリアスか。318円、一緒ですよね。
もうね、商品をそのままに、310円。さすがに、他のところでもね、やっぱコンビニだとね、多少やっぱ高くないじゃないですか。スーパーと比べたらね、やっぱね、スケールメリットとかの、件がありますから。それはね、仕方ないところではあるんですけど、その分ね、手軽にポッと買えてね、すぐに寄れて、いろんなところにあってっていう、便利さがあるわけですから、ね、そこは炭焼きでございますか、あれなんですけど。とはいえですよ。100円とか120円ぐらいスーパーで売ってる製品、300円はさすがに高くねえと、買うっていうことで、なんでもさすがにね、前回の CDR よりは買う人は、いや、もうコンビニしか、スーパーとか全然寄らない、コンビニしか時間がなくてね、寄れないから、まあ今の私なんかそうですけどね、からね、やっぱ、2リットルのガブダムしたいから、でも買うよっていう方、いらっしゃるのかな。ちなみにポカリスエットの方がプラス20円ぐらい高かったんですけど、ポカリスエットの2リットルサイズってこれはスーパーで見かけないんです。スーパーだと売ってて 1.5 リットルサイズなんで、2リットルって多分搬入で入ってこないはずなんですわ。ですんで、って考えると、あれはなんか逆に需要がありそうかなね。ポカリスエットの2リットルはね、それ自体がアイテムとしてあんま売ってないですから、これにアクエリアスに立っちゃう、同じものがスーパーに普通に売ってますかね。ドラッグストアとかでもね、最近は普通に安い値段で売ってますから、これじゃねえかと思うんですけど、どうですか。いや、買うよって方はね、ぜひどういうようないきさつでとかね、いや、全然売れねえよとかね、また情報でお持ちの方いらっしゃいましたらね、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。ということでですね、これだけで何分喋ったの。よし、10分稼いだ。これで締めておきましょう。またね、次はローソンから、多分連チャンできない、多分ちょっと1日2日あげてからローソンに行くと思いますけどね、よろしくお願いいたします。ということでね、今回の動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。